セリーグの個人タイトル何かがおかしい。打撃部門首位打者横浜オースティン316、本塁打王ヤクルト村上33本、打点ヤクルト村上86打点、最多安打ヤクルト長岡163安打、最高出塁率ヤクルトサンタナ399、盗塁阪神近本19。投手部門最優秀防御率中日高橋 1.38、 最多勝巨人菅野15勝、最高勝率巨人菅野833、最多奪三振巨人戸郷156、最優秀中継ぎ中日松山阪神桐敷43、最多セーブ中日マルティネス43。ヤクルトって球団打線すごいな。サンタナと村上でほぼ独占してて、これはさすがに A クラス争いしてたんやろな。中日ヤクルト順位の割に多いな。それだけいい選手はいるのに最下位なんてなんかもったいない。高橋はあのオリックスの山本に似た系譜がある気するし、中日を引っ張っていくのは彼だと思う。ヒロトだって1年通して投げたら投手三冠できる実力あるからな。勝利は分からんけど三振に関しては取れそうだし、立浪が最後松山を投げずに切り敷きにもタイトル取らせてくれてありがたかったな。さすがにあれだけ投げてタイトル取れないのもかわいそうだったし、盗塁数悲しすぎね。19で盗塁王になれるってパの松本でもこの数字ならタイトル取れてるやん。よし、全球団いるな。広島は大瀬良に防御率取ってほしかったけど、後半は前半と別人だったしな。これってボールの影響なのかな。最下位の球団から割とタイトル出てるのおもろいし、先発中継ぎ抑え全てでタイトル取れているのがあっぱれなんだよな。オースティンが最後勝てたけどサンタナも可能性あったし、そうするとヤクルトすごいな。盗塁以外は独占状態だったもん。シーズン前に長岡が最多安打取るって予想できたやついないでしょ。マルティネスの43セーブって普通に異次元の数字だよな。チームの勝利数に対しての割合ってのが尋常じゃないわ。菅野が15勝してくれたのは本当に優勝貢献の大きいポイントの一つだね。しかも後半戦に一気に力発揮してくれたのも大きいと思う。これヤクルトと中日合併したら優勝できるんじゃねってくらい面白いバランス感だね。当の中日だのヤクルト、中日とヤクルトは去年も同じ感じだったし、来年は一緒に A クラスで戦いたい。投球回少ないといわいえ 1.38 は化け物だな。来年ももっと無双してほしいし、早くメジャーでも見てみたいな。オースティンは怪我さえなければ最強バッターなんだよな。セリーグの最強バッター論争って答え分かれそうだよね。パは近藤って感じするけど、セリーグだと比較対象多くて結構面白い論争になりそう。最後までご視聴ありがとうございました。こちらの動画も見てくださいね。